ショーカット・アジーズは、パキスタンの経済学者、資本家である。2004年8月20日から2007年11月15日まで、パキスタンの首相。1999年11月6日から2007年11月15日まで、パキスタンの財務大臣を務めた。カラチ州セント・パトリック高等学校卒業。また、彼は、カラチ州の経営管理大学をも卒業し、 そのすぐ後にの1969年にシティバンク NA に入社し、その後様々な国の政府においてシティバンク銀行の財政家として働き、後にパルベーズムシャラフとの個人的な要望によって財務省の担当官となってパキスタンの経済を受け持ちつつ、米国から母国のパキスタンに帰国した。2004年に彼はパキスタンムスリム連盟会でアーザム派が率いる。 パルベーズ・ムシャラフ中世主義政府に指名され、同年6月6日、パキスタンムスリム連盟会でアーザム派に就いた。アジーズにおいてのマクロ経済学的活動が、パキスタンの政治的安定と、経済発展と、その後の2001年のスタグフレーション時代の収束を、支えた。パキスタンにおける強力な民営化と、経済的な自由化を目指す計画は、アジーズにより始まり、 それは国有企業と国の経済基盤を強化するものであった。結果、国の成長率を年ごとに6.24%ほどまでに改善させるに至り、また貧困率やインフレ率が1990年代の約11から12%に比べ過去3年間で3.5%ほどに低下した。ここからパキスタン史上初めてすべての目標を及び、 収入目標が彼の在任中に満たされ、また国の発展のための配分が約40%増加し、さらにパキスタンの全体的な経済状況がアジーズのおかげで大幅に改善され、国の積立金は1999年12月の約12億米ドルと比べ、2004年6月30日には約105億米ドルにかなり増加した。さらに、 首相に就任したアジーズは、パキスタンの軍事改革や、法執行機関の改革を助け、また、自動車産業、原子力産業、湾岸産業の盛んな国家への大きな投資の、監督をも言った。アジーズは、1949年3月6日に、現在のシンド州にて、ウルドゥゴワ社の家族との間に誕生した。ありがとうございます。